チャット GPT で宝くじを当てるという話ええ、で、それは、どういうことですそれに、か？それできるんですよ。これを、まあ、ブログ書いてる人がいて、まあ、これ、ギリシャ人なんだけど、まあ、チャット GPT を使って宝くじ当たったっていう話なんだけど、はあ。で、この宝くじっていうのはね、まあ、日本の宝くじと違ってですね、5つの数字と1つの数字と、ね、これを当てる、この5つと1つなんですよ。で、最初の5つはね、の数字は1から45までの数字ない。だから45通りの、まあ、5乗の組み合わせがあるわけじゃないですか。さらにね、別にね、最後の数字は1から20までの数字なんよ。で、これを全部当てれば一等賞なわけですよ。で、これがね、当たらないと賞金がね、たまっていくらしいよ。で、1000万ドルにたまった。1000万ドルって言ったら、まあ、10何億円ね。その時にね、まあ、このブログの著者がね、やってみようと思ったわけですよ。で、どういう規則かというと、今言ったようにね、5個と1個の数字を当てるってね。最初の数字は今言ったように1から45まで。で、次の数字は1から20まで。で、これが全部当たれば一等賞なんだけど、全部当たんなくても、その当たった数に応じて、まあ、賞金が変わるんですよ。例えば、5個の数字が正しい。ね、最後の1個は間違っておける。この場合はね、10万ドルもらえる。で、4個当たって1個当たったら2500ドルもらえる。3個当たって、全部で3個の場合とか2個と1個の場合は2ドルもらえる。まあ、そういうね、当たる数に応じてですね、賞金がこう、当たる数少ないと、まあ、賞金が減っていくと。そういう、まあ、2ドルって言ったらね、200円か300円ですからね、大したことないですね。で、5回までできる。つまり、まあ、5回買えるということですよ。で、筆者はね、それをチャット GPT を使って、ね、最初の5桁の数字、1から45までの数字を乱数で発生させた。次の1から20までの数字を乱数で発生させた。ほんだらね、こんなもん当たるはずがないと思うじゃないですか。言うならランダムにやってんだからね。結果がね、3日後に届いたんですが、その3たす1個当たった。つまり3個当たって1個当たったと。で、残りの2つは外したんだけど、1違いなんだ。これはね、ある意味不思議なんですよね。だってさ、乱数なんだからね、そんな、まあ仮に3個当たるっていうことがあったとしたって、それはもう非常に稀ですよね。で、次の外れたのが1違いなんてことは普通はないはずなんですよ。で、結局ね、いくら儲かったかっていうと50ドル儲かった。50元儲ドルかなんっだたけというど、こはとですか？ 5000 円。だいぶ儲かったということですか？い？そりゃいそや、うでなんも。です。そうなんですよ。ああ、それはだけど、まあ、たまたまでしょうね。いやいや、そうじゃなくてと彼は思ってるわけ。ほう。つまりね、向こうね、宝くじを出す方にもなんかアルゴリズムがあるわけじゃないですか。チャット GPT ってそのアルゴリズムを知ってるんじゃないか。いで、過去や、のデータは見てるんですか？じゃあ、チャットいや、GPT。それはわかんないわけよ、なんか。いや、見てないと思いますけどね。過去のいデーや、タ見てで、て過もいい去んですか？の、それが当たってる、それは見てるでしょうよ。あ、見てますか？それは過見去てのるでし当たょりう。番号？見てるかで、な？そこからなんかね、法則性発見したのかもしれない。いや、そこはわかんないんですよ。わかんないんですよ。ただね、ただね、あ、ちょっ僕と疑はわ思うしい感ね。じがしますあ、でもね、ね。偶然にしてはね、当たりすぎだって言うんですよ。全部当たったわけじゃないいやいや、まあ、偶然ですよ。偶然じゃないですか。まあ、彼はそうは思ってなくて、まあ、今後もやってみよう。ただね、これを発表してしまったらね、主催者側ね、アルゴリズム変える可能性あるよね。アルゴリズムってあるんですかね、乱数なあ、の。リングに決まってるじゃないですか。あ、乱数を出すアルゴリズムっていうこと？いや、向こうは何は、ね、乱数アルゴリズムを使ってるのかね、そのサイコロ振ってるのか、それは分からんわけですよ。でもまあ、サイコロ振って1から45まで数字っちゅうから、まあ、例えばね、ルーレット1から45までルーレット回してやるっちゅうことだって可能じゃないですか。まあだけど、ちょっと一回そうだったっていうだけじゃ全然、ああ、
ったらたまたまでしょうっていう話。いや、一回じゃないんですよ。で、筆者はさらに実験を続けて、AI は各抽選で常に少なくとも2つの正しい数字を予測し、残りの数字はしばしば僅差であったと。偶然以上に当たってると彼は主張しているわけ。いやいや、だから偶然以上なんだと、その偶然じゃない、なんか優位さみたいなやつを、ちゃんとどれくらいの数値か、偶然じゃなさというのを数値で言うてほしいですけどね。偶然じゃない。そうなんですね。そういうことはあるの、あるんじゃないのみたいな。あ、普通はね、宝くじ、普通、まあ日本でね、あの昔うちの奥さんがよく買ってたんやけどね、この場合期待値は必ずマイナスになるのね。1000円買ったらね、300円ぐらいしか返ってこないんですよね。かなり悪いんですね。宝くじってそうですよ、だって向こう儲けてんだから、だから必ず期待値はマイナスなんですよ、それがプラスになったって言われるんですね。だけどまあそんな数回だけじゃちょっと信じれない。まあまあね、まあね。もうちょっと見たいですね。まあ、これ宝くじ協会側がチャット GPT を使ってたってことないですかね。もうなん、これがそんないっぱい出てくるでしょうね。まあ、ちょっとでも出てくるじゃないですか。だからそういう人がたくさんいたら、その一等当てる人も出てくるかもしれませんよ。ね。まあ実験する人は出てきそうですね、この話。で、話題になりますよ、そうだとしたら。でも当たったら言わないんじゃないですかね、それでも。あれね、あってしまったからね。言わなくてもいいけども、言ったら言ったで話題になるから、なんか得するんじゃないですか、それ。得しますかね。の方法は。それはね、彼、記事一遍書いたんだから。そういう記事みたいなとか。それ当て続ける方法。話題に、あの、YouTube とかに上げたらさ、そういうのを。いっぱい視聴する、リアル競馬場とか行くと予想やってるのがいて、俺の予想当たるからこの俺の予想を買ってくれって交渉する人がいますけどね、あれ AI パワーで予想が当たれば、相当当たる確率が上がってれば商売になるかもしれないですね、それ。いや、それはね、結構 AI は賢い可能性ありますよね。ですよね。競馬の方はなんかね、学習できそうな感じですね。だって馬見てね、なんか判断するわけですからね。あと他のいろんな情報を見てね。そう、それ言うとね、例えば株価なんかもね、あのもしかしたら AI が賢くなってくる可能性もある。なんかもうやってそうですけどね、その辺。僕ね、松田先生昔やってましたよね。そういう。やってたしね、僕ね、おとつい一日かけて、小説書いたんや。また書かれたんです。ついに。株価関係あるんですか？主人公がね、冴えないサラリーマンなんよ。奥さんとからバカにされ、子供からもバカにされてんや。で、この人がね、あの、いつもね、もう家にはおれないので、で土日はね、あのスターバックスとか外へ出て、で MacBook Pro を持ってって、でそこで唯一の楽しみがね、あの株予想を AI でやるという研究をやってると。いや、まあまあ、そういう、まあ、話の内容を言ってしまうとなんだから、まあ、先生、これはもう公開はされてるんですか？いや、公開してませんよ。これは僕の、あの、H 法の Y さんに送ったんやけど。また公開してくださいよ。皆さんに送りましょうか。公開しないと、だって販売するのがないから見れないじゃないですか。販売するんですか？そこ。いやいや、販売なんかしません。販売しないんですか？出版。いや、それでね、経験でやってみ、どういうことかって、プロット考えて、ね。で、このような小説書いてくれって言うわけですよ。で、GPT ね。やっと GPT 使って書いたっていうことですか、その小説。そうですよ、そうですよ。いや、だからこれも研究の一環ですよ、と。で、ただね、最終的に感じたことはね、プロの小説家は偉いって。まだ到達してないっていうことですね。ああ、まだまだ全然ないです。ああ。簡単に言えば、まあ、旦那がおって、奥さんがおって。言っちゃっていいんですか？いや、まあ、簡単なんです。いや、最終的には、まあね、冴えない旦那が、という話なんだけど、僕は旦那の方を喜んでたんだけど、奥さんは、
って、女性の視点はそっちにあるのかな。うんうん、はい、話それましたけども、こんなところ、はい、だいぶ話それましたね。はい、お願いします。はい